なんあったかな。ちょっと記憶曖昧ですけど、でももしあったら足ひげ通ってただろうな、このバーガーキングさんで、ね、すごいいい並びですね。広島コーヒーバーガーキング天屋ココイチで、サイゼリア無敵ロードで、ここに人力車あってもいいかもしれないですね、うん、若手が入り浸りますよ。いや多分なかったと思いますよこれ。入り浸ってたもしあったら、まあそれはね8年ぐらい経ってますから。こんな道あったの？これ合ってるか？ここだ。毎日ね、まず一旦ここの駐輪場にね止めてある、自転車を取ります、はい、もうみんな自由に止めてるんでね、結構見つけるのに一苦労しますね、休み明けとかね、あれどこに置いてたっけ、大体同じような形してるんだけど、分かんないっていうね、あるあるはありますし、ね、さすがにね、歩いていくと結構な距離なので、バスで向かいたいなと思います。最初はね結構バスで通ってたんですけど、そこからあのイトーヨーカドーで自転車買って、そこからは自転車ですね。大丈夫かな、ちょっとそのパニックにならないといいですけどね、 ICU が。大丈夫か、なるべく密にならないようにとは学生さんたちには言いたいなと思います。気持ちはわかるけど、読めないですけども、まあ、桜を見る目的を含む、まあ、校内立ち入りはお断りいたしますということで、まあ、このご時世ですからね、本来だったらねここあのね桜あの滑走路と言われて、もともとガチ滑走路だったんですよね、飛行機がここから飛んでたみたいな感じだったんで、そこを両サイドうわーって桜が両面生い茂っちゃってね、はい、しかもこれもう満開からちょっと過ぎたぐらいですから、そう、なのにもかかわらずこの絶景、こっちから撮れるか、
帰りはね、せっかくなんで歩いて帰ろうかなと思います。いや懐かしいっすね。なんかこれ毎日片道1時間半ぐらいかけて通ってましたね。いろいろ思い出しますね、やっぱり。さっきのね、滑走路は当時好きだったこう自転車の後ろに乗せてこう走ったりとかしてましたね、うん、当時は今よりもさらにキリキでしたから、その本当漕ぐのに精一杯でしたね。意外と二人乗りって筋力必要ですからね、はい。今みたいにこうジムに通ってないですから、当時の僕はね、はい、何の運動もしてない状態で、もうこうアドレナリンでね、なんとか漕ぐっていうのをねやってましたけど、あんまそのすごい甘酸っぱいって感じではなかったですね、はい、とにかく漕ぐ、うん、そういう思い出はありますね。これ松屋じゃなかった、居抜きっぽいっすもんね、なんか。いや、ここ松屋じゃなかったな。ずっと松屋でした顔してるけど、いや、僕の目は騙されないよ。ブリキ屋っていうのは聞き覚えあるんですけど、ラーメン屋だったはずなんですよ。よく見てみましょう。ここは。闇を暴こうとするところをちょっと逆に暴かれてしまう。よく見ると、居酒屋ってところが新しいですよね。貼り付けてある感じありますよね。おそらくこれの下、ラーメンって書いてあります。さすがに騙されないよ。確かもうひたすらまっすぐ行ったらもうつくんじゃなかったかな、駅。爆走してたような気はしますが、そうなんだ。僕お笑いサークルに入ったのが、2年生の時で、で本格的にその教室で、漫才やったりコントやったりっていうのが3年生の時だったんですよ。で、その2年から3年の時はだからその人数も少なかったんで、こうなんか演劇に近い、まあコント公演をやってみようってことになって、それがそのメンバーで初めてこうお笑いサークルとしてのこう舞台だったんですけど、それが、結構夜遅くまで稽古するんですけど、で、終バスもなくなって、で、多分僕、さっき2年ぐらいから、自転車通学になったって言ったと思うんですけど、まあ、2年の初めぐらいは、自転車持ってなかったんで、1個上の先輩が毎回
後ろに乗せてくれて、はい、あの駅まで送ってくれてたっていうのがありますね、はい、あんま良くないかね、二人乗りあんま良くないですからね、まあ、全部嘘なんですけどね、はい、でもその先輩とは今でも交流ありますし、あのトンツカタンのライブ来てくれたりとか、はい、してくれて一番お世話になったんじゃないかなと思いますね。その人と一緒によく行ってたラーメン屋があったんですけど、マジで行き方忘れちゃいました。であのあんまりその店名とかも気にかけてなかったんで全然思い出せないんで詰みましたね。美味しい洋食屋行きつけのがあったんですけど、いやどこだっけな、でもね確かなくなっちゃったんだったと思います。ああ大黒屋になってるわ、大黒屋になってます。僕らが行ってた時もそのマスターがちょっとあの体調がねあんまり芳しくない時があったりとかしたんで、多分大事を取ってっていうことだと思うんですけど、それにしても大黒屋になるかね、ちょっと行くっていう YouTube を撮ってたんですよ、はい、でそれが今もう一段落する頃なんで、あ、行けるんですか、あ、すいません、いけるんすか、あ、じゃあぜひぜひ、あ、じゃあ待ってます、わかりました、ありがとうございます。はい、というわけで、今回はですね僕の母校の、まあ、入り口までですけどもね、久しぶりに、行くことができていろんな思い出がね巡ってきてとても良かったですね。いや何やってるんすか森本さん。いやちょっと待ってじゃないですよ、想定と違う入り方なんです。いや知らないよ、俺も何の状況か全く分かんないね。タモリクラブ方式っていうキーワードだけ与えられてやったらこうなるの。いやつっていやってワードしか出てこないんだから。ありがとうございます。僕あの今日はね母校行って、まあ、入り口まで行って、うん、で、まあ、帰ってきて、はい、武蔵境駅いろいろね、はい、あの思いにつけてたんですけど、はい、思いにでそこでやっぱりこの近辺に住んでる友人カフェ永さんにね、はい、来ていただいて本当にありがとうございます、この武蔵小金井に住んでるね、はい、こうもともとねこの森本君の先輩でね、ちょっと今ろれつがいい感じに回らないように設定されてるんで、ちょっとたまたまね、その設定変えてもらえます。いやちょっと待って、なんかビールという液体を摂取したようでちょっとそういう状況にはなってるんだけど、先ほどねご飯一緒に食べましたからね。いやそう、はい、だから武蔵小金井からねはるばるとこう現れてね、一駅だろう、一駅だけど二駅、そう大丈夫かな、この住所ばらしたことによって大集結とかない。あ、大丈夫、大集結とかない、大丈夫、はいはいはい、あの人口減ったと思いますこれ見て。いやそんなわけないでしょ大集結確定よ、今後も人口増の予定になるでしょうっていう状況になるから、本当にカフェなんか宣言しちゃったのと、市長が今大笑わ、うるせえカフェなんか